はい、皆さんこんにちは、カンナと申します。いやごめんなさい、久々のカンクラですね。久々になりました、すいません。機材の関係でね、収録ができなかったんですよ。本当に申し訳ないです。というわけでね、カンクラのね、次屋根編ですね。屋根をね作っていこうと思います。ほんで前回ね、形をとって作って、壁作って床を張ったんですけど、ハーフブロックで床を張ったんですけど、それでコメントにて、その張り方やったら湧くぞって言われてすべて張り直しました。はい、すべて一段下げてやったかな、張り直しましたんで大丈夫です。これで湧きません。ありがとうございます、教えてくださってありがとうございます。ほんでね、ほんでそれからね、木材とかね、いろいろね、まあ足りんやろっていうことで、そこら辺のやつ伐採してきたんで、こんな感じで死ぬほどありますということで、早速ね、屋根をね適当にね張っていこうと思います。馬がね、馬とかなんかロバとかがね、不法侵入してたんで、そのままね、ペットにしました。はい、というわけでね、早速やっていきましょう。レッツラッグーカンクラー。はい、というわけでね、早速やっていきます。このロバはなんか不法侵入してました。でこの馬もなんか不法侵入しとったんで、捕まえてます。というわけでね、やっていきます。あれがないから、乗る用のサドルがないから、なんかね、うまいこと操縦ができないので、ちょっとね捕まえております。というわけでね、屋根張りはねやっていこうと思うんですけど、ちょっと待ってよ。そう、こうやってね一段下げたんですよ。こうやってね下げたから、ちょっと待って、登れへんよなこれ。せいですよね。ちょっと待ってくださいね。こっからなら登れるから、ちょっとアスレチック調になるけど、こういってよしよし、これで OK。 これでとりあえず、屋根張りたいから、屋根の向きは、こう向きの真正面こうでって感じにしよっか。ちょっと待ってください。どう向きがいいから、だって正方形やから、でもやっぱ正面が、でもな、横にしよっか。ではね、もう適当にね、並べる作業です。並べる作業をねやっていこうと思います。とりあえずこれはここでいいんですよね。ほんまはね、ハーフブロックで屋根をね作ろうかなって思ったんですけどあれはもう最後に撮ります。作ろうと思ったんですけど、ハーフブロックでね。でもね、まあね、できるやろうと。全ブロックでできる気がするけど、低い？ちょっと待って、低い？ん？もう一段上げよっか。ちょっと低いな。低いよな。どこからどう見ても低いよな、これな。ですよね。これぐらいに、これで、すっか。オッケー。よし。順調。順調とは一体。順調なんですよ、これがね。というわけでね。こうで、こっちね。こっちのこの大きさでやっていくんですけども、ちょっと端っこからね、ドワーッとやっていきたいので。大丈夫よな。私ミスってもういいんですよ、マイクラはね。よいしょ、とりあえず貼っていきます。ほいほいって感じですね。屋根裏部屋作ろうかななんちゃって思ってるんで、ものすごく巨大な屋根になると思われます。はい、とりあえずこんな感じかな。1マスねこうやって出してたらいいので、はい、こんな感じかな。ちょっと待って登りたい。我登りたいね。ちょっと待ってよ。仮ブロック。仮。ちょっと待ってよ。そう、この段。前は。まあ、いいんですよ。ほんまはな、上登ってやる方がやりやすいんやけど、なんか夜が来るな。ちょっと上登りたい。上登ってやろう。というわけで、夜が来ますね。夜が。なんかさ、夜が来るよみたいな曲、なんか流行ってなかった？ここ最近。なんかちょ、あれ？夜にかけるか。あれ、最近の曲わかんないんですよね。夜かな。私ダメですね。全然ついていけてないんですよね。こんな感じでね、貼っていきましょう。まだ寝れへんのか。
しこんな感じかな。向こうと同じ高さなんで、でこの高さに合わせて、そうですね、合わせてくっつけるか、もうくっつけていくか。はい、じゃあつなげます。とりあえずね、つなげていきましょうね。いや、このね、屋根が張り終わって、やっとなんか仮の家ができたってなってから、私はディスコで、あのメンバーさん限定のね、メンバーさんで限定のマイクラ、あの参加型のディスコをね、作ろうとね、考えておるんですよ。まあね、なんていうか、嵐とかもね、怖いんですけどね。あ、でもメンバーさんはね、なんかね、めちゃくちゃね、みんなええ人なんですよね。だから信頼してますし、レルムズじゃないので、言うたら私がサーバー立ててやらな、その時しか入れへんようにはなるので、なので、ちょっと待って、天井もさ、ちょっと待ってな、天井ちょっとハーフブロックこの上立てるな、あの枠よな、知っとる、枠よな。うん、OK。 そうなんで、あのレルムズじゃないから、あの自由にワールド出入りはできないんですよ、私がやっていない限りね、マイクラを。なので、まあ大丈夫でしょうと。まあ荒らされても、いや荒らされたら、いや荒らされたらあかんねんけどな、荒らされても、なんと言いますか、あのまあそこまで被害はないと思いたいけど、やっぱみんな不快な思いはすると思うから、不快な思いだけは絶対にしてほしくないのよね、私ね。だからね、そこんとこをね、プラグインとかもね、なんかそういう使える人がいたら安心ですよみたいなコメントもあるんですけど、私自体がプラグインをあまり理解できておらんので、大丈夫かな、そういう人 おるかな、プラグインとか詳しい人おる。まあなんだなんや、まあ嵐がないことを祈っておりますし、まあ楽しくね、できればなとは思っております。はい、よいしょ。とりあえずメンバーさんをね、メンバーさんを参加型に招待をねしてね、それぞれ皆さんお家を建てていただいて、それぞれね、あのもうここもうすごい草原が広がってるんですよ、ここら辺ね、こっち砂漠やしみたいな。だからね、マジでね、あのちょっとね、私木材取りに行った時にめっちゃ見回したんですよ、周りを。あ、い、馬がないと。めっちゃ見回したんですけど、結構ね、良いですよ、ここ場所。ほんまに。場所が良すぎる。良すぎるから、あのね、マジでなんか、言ったら、カンナワールドというか、なんかあれができる。あの、カンナの街。カンナの町ってなんやねん。カンナの町ができる。みんなでお家建てたりさ、いろんなもの建てたらさ、カンナの町ができるから、やりたいよな。それはなんかメンバー限定配信の時とかにも、なんかメンバーさんを、で、一緒に参加型やってとかね。結構ね、そういうね、やっぱ機械をね、いっぱい作らんと、やっぱ私がおらんかったら入れへんワールドやから、うん、じゃないと発展もせんから、レルムズじゃないから、レルムズやったら勝手に入ってできるんやけど、そういうもんじゃ、それじゃないから。でレルムズは人数が最大6人ぐらいやったっけ、までしか入れへんのんですよね。で普通で、なんか今のこの普通のオンラインのやつやと最大30人まで入れるので、ちょっと私間違った情報もあるかもしれんけど、入れるので、やっからちょっとね、そういう感じでね、やっていきたいなと思っております。どうこれ、いたすごいことになった。ちょっと待って、あの張ります、ちょっと待ってくださいね。暗いなのかな、ちょっと待って、あの天井の方にもあれをね、ハーフブロックを張りたいんですよね。で家の中すげえことになったな。卵、よいしょ、んでちょっと取りましょうね。よいしょ、よ、とりあえず今回のこのパートではもうね、完成したいね。ほっ、よし、 OK。 結構進んだ。だから5月に入ってからメンバーさんをね、呼びたい、お呼びしたいです。はい、すごい色のうまいな、かっけえなあれ。お、
よいしょ。こんな、暗いですね。でも、湧かないんですよ。半ブロックやから。んで、奥、なんやねん！お主、お主、わしがパン持っとうから。あの、上にもね、上にも、ハーフブロック何個ある？私、あ、いや、私、ハーフブロック何個あったっけ？しまってもないんか。1個しかなかったもんだから。ないか。作るか。まあ、ハーフブロックはちょっとね、湧き潰し、あの、屋根上の湧き潰しとしてね、ちょっとこれは作っとか、置いとかなぁ、いけんかなとは思うんで。うん。こんな感じかな。こんな感じで良いかな。で、ちょっともうちょっと木材作っときましょうか。2スタックでいくかな。はい。ってな感じですね。はい。んで、ちょっとね、私、こんなさ、クソデカドームを作る予定はなかったぞ。おかしいな。おかしい。いろいろなんか間違っとる気がするけど、まあ、いっか。あ、そうや、後ろから登ろう。ちょっと先ハーフブロック置いてきまーす。そう、こっから登れるからな、まだマシかな。端っこは置きます。端っこは松明焚いとこう。あの、形的に端っこ置いたら、なんか、ちょっと汚くなるかなと思って、端っこは置きたくないなという理由で、デザイン性をね、重視した結果、端っこは置きません。松明、ランタン、またはね、またランタンがね、鉄とかが予算手に入ったらランタンを置きたいなとは思っております。よいしょ。私は一体何を作ってるんや、これ。私ね、あの、仮拠点を作りたいと、最初多分申しておったはずなんだ。あ、やが、すごいドームが、体育館並みのドームが出来上がってますね。住みたい方、私のこの家住んでいいですよ。お部屋いっぱい用意しときますんで、住んでください。で、その代わり、住んでもええけど、自分のお家も建ててね、という感じでね。よいしょ、よいしょ、よいしょ。よいしょ。ここで、こうして、焚いて。これ夜じゃないよな。雨降っとうだけよな。なんか雨降っとったら暗くなるからさ、夜なんか晴れ、え？昼なんかわからんくなる。よし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 。はい、という感じでね、上動けたので、真ん中ってどこなんやろ？ちょっと待ってね、数えるわ、マス。オッケー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 。アイデアが2つずつで、とりあえず置いとこう。んで、他も置きたいから、間2つ空いて置く感じでやるから、そうね、もっと松明が必要ということが分かった。私は飛び降ります。これでね、うわ、暗っ。これで、まあ、分かへんでしょう。中もね、安全なんですよね、中もね、分かへんからね。ちょっと松明大量に作ります。ちょっと待って。まあ、いらんと思うけど、2スタック炊きました。あ、炊きましたじゃない。2スタック作りました。あ、こっちからじゃないな。向こうから登ろう。んで、2マス置きに。外もね、置きたいんですよね。ここら辺とかで、こうやってね。こうやって置いとこか、今んとこね。2マス置きに、屋根上にも置いていこうと思います。すげえな、このドーム。なんや？家ですけど。あれ？あれ？はぁ！ 1、2、3、4、5、6。1、2、3、4、5、6。ずれとる、ずれとる、ずれとる、ずれとる。あれ？ちょっと待って。ここで
ではない。あー一個上や。うわ全部一個上や。うわーやらかしたやらかしたやらかしたやらかしマンボウやん。ここじゃない。あーしくじったしくじった。あーやっとできた。やっとやぞ。よし、タイマー落ちたけどまあいっか。やっとや。どうせハーフブロックも足りへんのやろ。嫉妬ぞ。よし嫉妬もんほら作るよ。作ればいいんでしょ、そんなこと言って。よし、オッケーオッケーオッケー。これでさっ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 と置いていきましょうね。ねこれここ。いやあこれで大丈夫。ちょっとパン食べます。ほんでいろいろなんか物落としてもたから松明やったっけ、なんか落ちたよなどっかで、多分落ちたはずやからそれ取ります。あーいい、やっぱりこういうのも落ちとるな。やっぱりね、屋根上にちょっと松明置いてきます。これで1個ずれることになるんよな、松明置く場所が。やからね1個ずれたから、言うたらですよ、言うたらね、ってな感じかな。1,2,3 個開ける。ほんでここはもうね 1,2,3,4 もうしゃあない。 1,2,3,3 OK。 まあこういう感じですよね。あー疲れた。じゃあもうそそくたと置いていきます。こんな感じかな、こんな感じで良いかなとは思います。ふぅ、これであと屋根に登ることはあんまりないと思われ、思われやな。あとここやな。ここがな、塞がなあかんから。端っこはちょっと柱をね、端だけに立てときましょうね。何を言っているかわかりません。これ横をね、ここ置きたいんですよね。横向きでも置きたいなとは思っておりますからね。ちょっと待ってくださいね。オッケー。ねえ、とりあえずこっちで階段作ってと。よしよし、湧いてない湧いてない、ええことや。ここをねこう横向きでやっていきます。こんな感じかな。よしこんな感じだな。ここはんで、まあついでに置くか、ここにね、ここに置いていきましょう。あれをあれをあれね、あれをね、あれあれ、これ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 をね、もう適当に置いていきます。こんな感じかな。とりあえずこんな感じです。こんな感じです。よき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 、ええと思うええと思うええと思う。いやーどうやろ、分かへんかな。壁にさ雲が湧いたりはないかな、大丈夫かな、心配やけど。まあ思ったより明るいって言おうと思ったら暗かったな。まあ地面に湧くことはまあないとして、壁がちょっと怖いけど、まあ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 、まあ、んでそうやな、こっちから登ろうか、せっかくでしょ。よしこれでポチッと落ちてポッポ、オッケー。こんな感じですね。いやー屋根ができましたね。中に入ってみましょう。はい、巨大です。巨大やし、なんか暗いし暗ー。とりあえずこんな感じですね。あと屋根を張る、屋根っていうかあれね、ここもねちょっとね、あの原木で埋めたい。馬を殴らんようにせんと馬を殴らんようにせんと、馬、うわ怖い怖い怖い、殴りそう殴りそう、うわマジ殴りな、なんやねん。あ
後で人参あげるから許して。オッケー。で、これでね。よし。あ、いや、この暗いドームは。はい、こんな感じですね。あとはもう、天井を張りますけど。ここでもうハーフを張った方がええか。こういう風に。こういう風に張った方が良いかしら。良いかしらね。良さそうね。張っていく。オッケー。よし、天井張りが終わりましたね。まあ暗いんですけど、いろいろね、ところどころ暗いんですけど、まあ脇はせえへんから、これはね、ちょっと後でね、またね、部屋を区切って、明るくを、松明焚いて、柱とかに松明焚いて、明るくね、したいとも思っておりますんで、そうですね。ほんで、2階に上がる階段も作らんと、いかんから、ここら辺に作るかも、ここら辺で。ここら辺で良いでしょ、家、2階に上がる階段はね。こんな感じか。こんな感じで良いのか？良いかしら。不安だ。不安やけど。ここでね、頭がぶち当たるから、ちょっとここは削ろう。で、まあ、仮の階段ということでね。こういう感じで良いかな。よしよしよし、登れた。こんな感じですね。で、暗い。松明をね。ちょっとは明るくなったから、あとはランタンとか吊り下げたりしたら明るくなると思うし、で、まあ2階もこういう、まあ広い部屋ができましたよ。こんな感じで良いかなと思います。下が暗い。暗いね。なんかここだけなんか色が違うな。光の加減かな？暗いですね。ここがど真ん中っぽいですよね。ここちょっと立てまして、松明立てましょうか。これで良いでしょう。これでね、ちょっととりあえずこうしときます。ハーフブロックの上には松明立てれないんですよね、ここね。半分なんで。だから、ちょっととりあえずこれで光源確保ということで、まあね、こんな感じでできましたー。マイハウス。外から見てみましょう。ん？骨の音がする。まあ、じゃーん、こんな感じですね。今のところ窓はないけど、こんな感じでございます。ちょっとね、上から見てみましょう。じゃん、お家クソでかでかすぎでかいでかい、これはでかいぞ。これでかすぎやな。びっくりした。思ったよりでかすぎてちょっとビビっとるけど、まあね、形はできましたよ。というわけで、次は窓をつけて、まあ部屋割り的な感じ、部屋それぞれね、個別に部屋を割ってね、ちょっとあとやっていきたいなと思います。あとは裏に畑ですね。それはちょっとやりたいなと思って、早めにやりたいんですよね、私ね。早くね、参加型やりたいんですよ。参加型を早くやりたいから、私は早くやりたいんです。ごめんね、遅くてね、ごめんな、ほんまにごめんよ。ほんまにちょっと早くやりたいんやけど、ちょっと機材がね、いろいろぶっ壊れたりとかいろいろあったんで、ちょっとできなかったんですけど、今んところちょっと機材大丈夫っぽいんで、はい、やりたいと思っております。はい、またね、メンバーさんには、もし、参加のディスコードができたら、お知らせいたしますのでね、5月中にはやりたい。マジで5月中にはやりたいと思っております。それではね、今回はね、おうち作りということでね、めちゃくちゃクソデカ、体育館みたいなお家がね、できましたね。でかすぎるな。これ一人用じゃないよな。もう、息子たちも住めばいいさ、ここに。ここに住んでください。でも、それぞれね、みんなの個性豊かなお家も見たいんで、私。私の所持品とかも、まあ、適当に使ってもええから、私ね、土木っていうか、資材取ってくるのが好きなんですよ、やから、別に使ってもいいですよ。
というわけでね、ブランチマイニングもね、私全然やってないから、やってへんからね、それもやっても良いのでね、はい、今回はこんな感じのね、巨大なお家ができましたというわけでね、ありがとうございましたですよ。はい、というわけでね、こんな感じに乗っております、馬です。はい、ではね、またね、次回のカンクラでね、お会いしましょう。それではさよなら、バイバーイ、バイバーイ。可愛くね、めっちゃ可愛いんやけど、え、ちょっと下じゃない、めっちゃ可愛いんやけど、やばくな、やべえ、超可愛い、やば、ちょっと可愛すぎる、これは、これ可愛いよな、やばいよな。はい、すいません、長くなりましたけどね、はい、また次回お会いしましょう。それではさよなら、バイ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 バ